一日ぼやっとさ、ゆっくり見ていっきゃん。ちょっぴりおバカなおてんば娘、ハイテンションツインテールのアリさんこと永田アリサです。さあ始まりました、第3回目アリさんのおやっとさ情報局、イエーイ。この番組は鹿児島県出水市出身の永田アリサ、またの名は夢咲レモンが、地元出水市の観光大使になるということを目標にできた番組です。突然ですが皆さん、公園は好きですか？私は大好きです。特にブランコだったり、ローラー滑り台、ロープウェイなどなど、そして一人で走ったり縄跳びしたりするのも大好きです。あ、公園といえば遊具のつきもの、静電気は大の苦手です。なので滑り台をスピードよく滑ることはできません。はい、ということで今日は出水市の公園をご紹介していきたいと思います。そしてそして、本日から動画の中間や最後にちょっとした息抜き動画、癒し系だったり何かの紹介だったり、はたまた挑戦だったりをお送りしていきます。なのでチャンネルはそのまま最後までご覧ください。それでは早速公園の紹介に行きましょう。レッツゴー。今日は出水市の方だったら誰もが知っている公園と、アリさん一押しの公園、この2つをご紹介していきます。そして3月中旬ということで、お花見にぴったりの公園を選んでおります。先に余談なんですけれども、私幼い時から植物が怖くて、特にお花が怖くて、本物はもちろん偽物すら触ることも見ることもあんまりできないので、もしかしたら途中で口角が下がってる時があるかもしれませんが、気にしないでください。大体の方が苦手な虫の植物バージョンって考えていただけたら嬉しいです。なので虫は苦手じゃありません。苦手な方、私をお呼びください。はい、余談はさておき、本題に入りましょう。まず一つ目にご紹介する公園は東光山公園です。東光山公園は出水市の方だったら誰もが一番に頭に思い浮かぶ公園と言っても過言ではない公園です。標高 160m の山頂にあり、出水を一望できる眺めのいい公園となっています。ちょうどこの時期は約330本の桜が咲き、お花見として訪れる方も多いです。桜が咲くこの時期、ライトアップもされるので夜も楽しめると思います。さて、景色で胸いっぱいになりそうな公園ですが、もちろん遊具もあります。私が一番思い出に残っている遊具が、茶色の恐竜と緑色の恐竜なんですが、こちらはなぜか小さい時に秘密基地のように感じて中に入るのが大好きでした。そして私がよく遊んでいた頃とは遊具もちょこちょこ変わり、今ではすくすくランドという3歳児未満用の遊具エリアができております。今紹介した東光山公園ですが、九州新幹線肥薩オレンジ鉄道出水駅から車で約5分、歩いて行けないのっていう方がいらっしゃるかもしれませんが、もちろん歩いて行けます。小学校の頃遠足で歩いて行ったので、ちょっと山頂まで行かないといけないので、運動がてらお散歩がてら行くのも楽しいと思います。2つ目の公園をご紹介したいんですが、その前にこちらの動画をご覧ください。地元からこんなものが届きました。紹介のコーナーです、イエイ。はい、紹介していきます。ポンハッよっ、こいしょ、せーの、じゃーんじゃじゃーん。はい、黄色の柑橘系が大中小と並んでおりますが、こちらは前回の動画を見てくださった親から送っていただきました。ありがとうございます。はい、そこで皆さんに問題です。じゃじゃん。それぞれ、はい、この3つですね、名前がボンタン、サワオポメロ、バンペイユと言います。おそらく出水の方だったり九州の方は簡単じゃないかなって思います。わからない方もぜひ当ててみてください。こちらの答えは番組の後半にご紹介します。
それでは引き続きお楽しみください。2つ目の公演はアリさん一押しの鷹野山公園キャンプ場です。鷹野山公園キャンプ場は鹿児島県推奨の森林浴の森にも指定されており、自然豊かな公園です。またキャンプ場があるのは調べていて初めて知りました。私がこの鷹野山公園でよく利用していたところが、遊具があるところ、広場、そして浸水広場っていうところの3つです。その中でもおすすめが70メートルもあるローラースライダーなんですけれども、ちょっと長い階段を登って降りていくローラースライダーはとっても最高です。ビビリなところもあるのでスピードよくは滑れないんですけれども、手で調整しながらゆっくり滑って自然を感じ、景色を眺めながら滑ることができるので、何度も何度も滑りたくなります。次にご紹介したい場所が浸水広場です。ゆったりとお散歩ができ心が安らぐような場所です。水が流れているところはちょっと覗いて何かいないかなってよく探したりしていました。また座るところもあるのでゆっくりおしゃべりするのも楽しいです。そしてそして私もびっくりのキャンプ場なのですが、その他にもエアコン完備の安心して宿泊ができるバンガロー、無料で使用ができるバーベキュー場や炊事棟、そして泉を一望できる展望台などたくさん利用できる施設がございます。また鷹野山公園キャンプ場は桜の木もたくさんあります。お散歩するのもよし、お花見をするのもよし、また期間限定でライトアップもされるみたいなので、夜に行ってまた一味違う桜を見るのもいいですね。こちらの鷹野山公園キャンプ場なのですが、ホームページで詳しくいろんな情報を掲載されております。一年を通して楽しいこと間違いなしのこの公園ですが、こちらに行くまでなのですが、久々オレンジ鉄道高尾の駅っていうところの駅で約車で5分で行くことができます。今日は2つの公園、東高山公園と鷹野山公園キャンプ場をご紹介しましたが、皆さん気になる公園はありましたか？泉だからこそ自然を感じてのびのびと楽しめたり、家族とバドミントンしたりキャッチボールするのも楽しいと思います。またこの時期人とすれ違うのはちょっとっていう方でも、車の中でも十分景色を眺めたり自然を感じることができるのでおすすめです。この番組がいいなって思った方は高評価、そしてコメント、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。この後答え合わせあります。お待たせいたしました、答え合わせのお時間です。よいしょ、はいじゃあ大きい方から紹介します。大きい方から順番にバンペイユ、ボンタン、サワーコメロでした。皆さん合っていましたか？はい、アップするとこんな感じ。はい、この3つですね、手で抜いて食べるのが難しくて食べ方は一緒なんですけれども、ちょっと包丁を使って食べていきます。この食べ方はですね、概要欄の方に説明を載せておきたいと思います。またこれとは別に祖母からお菓子が2つ届きましたので、こちらをご紹介して終わりたいと思います。まず1つ目、ドン、ボンターメンはい、こちらは福岡に住んでた時も愛知に来てからもちょこちょこ見かけるので、もしかしたら見たことある方はいるかもしれません。ボンタンと、もう1つ、じゃじゃん、ボンタン漬けはい、ボンタンにまつわるお菓子が2種類届きました。両方とも美味しいので、ぜひ見かけることがありましたらぜひ買ってみてください。はい、今日はですね、バンペイユ、そしてボンタンそしてサワーポメロのご紹介でした。バイバイ。